こんにちは。今日はですね、こちらのノースフェイスのコーチジャケットを紹介していきたいなと思います。僕結構この秋冬になるとシーズンに数回はコーチジャケット着たくなる時が来るんですよ。まあ、大体そういう時ってなんかこうちょっとスケーターチックなストリートチックな合わせ方着方をしたい時になんかこう着たくなってくるんですけれども、ちょっと今そのフェーズに入ってきたりしているので、まあ、時期もねちょうどいいと思いますので、今回はこちらのノースフェイスのコーチジャケット紹介していきたいなと思います。じゃ早速紹介していきたいと思うんですが、まずコーチジャケット、こちら名前の由来ですね。コーチジャケットはアメフトのコーチがこんな形のジャケットを着てたみたいで、それでコーチジャケットってなったそうです。確かに着てそうっすよね、こういう形の。今こう前開けてるから分かんないと思うんですけれども、これ閉めたら本当になんかこうなんかコーチ感が増すのかなって感じがします。まあコーチなのかイベントスタッフなのか、ちょっとね合わせ方によっては怪しくなるところなんですけれども、まあもともとはアメフトのコーチが着てたっぽいような感じなんで、コーチジャケットっていうことになっております。まあそんな一見ちょっとファッションとは無縁っぽいコーチジャケットなんですけれども、ラッパーの方たちとかが着たりしてですね、ストリートに浸透させてったっていうところで、それでストリートにも根強い人気があるのかなと思います。で、僕はスケボーやってたんで、まあスケータースタイルにこのコーチジャケットめちゃくちゃ合うんすよ。まあそういったところからね、やっぱルーツって着てるのかなと思いました。で、こちらのノースフェイスのコーチジャケットについてお話ししていくんですが、同じ色を僕持ってるんですよ、実は。で、本当はこれ今回サイズ感とか含めてちょっとお話ししようかなと思ってたんですが、今のノースフェイスのコーチジャケット、ザ・コーチジャケットって名前で出てると思うんですけれども、そちらはサイズがですね、ちょっと現代的にリサイズされてるらしくて、自分の着てるコーチジャケットとサイズ感結構違うんすよ。なんで僕これ過去の L サイズ、XL 持ってるんですけれども、今現行のノースフェイスのコーチジャケットに関しては、かなり身幅であったりとか肩幅大きく作られてるのかなといった感じになります。で僕今これ XL 着てるんですが、過去のコーチジャケットの XL と今のジャケットの多分 S とか M とかより大きいと思うんすよ。実際ちょっとね、データ見てみると、こちらの過去の XL のコーチジャケットで肩幅が 46.5cm、 身幅が 59.5cm、 着丈が 73cm になってるんですが、現行の XL サイズの寸法を見てみると肩幅が 54cm、 身幅が 69cm、 着丈 77cm、 もう身幅も 10cm ぐらい大きくなってるし、まあ、肩もね 5cm ぐらい大きくなっててっていう感じで、かなり大きく、まあ、今のこのオーバーサイズが流行ってる世の中にね、より合わせた形になってるのかなと思います。で、僕が着てるのちょっとやっぱ XL でもややちっちゃいなと思って着てたんですよ。中にフード着ると結構ピチッとなるので、まあ、どんな感じで着てるかっていうのも後でね見ていただこうかと思ってるんですが、現在のスタイリングの写真見ていくと 171cm M サイズを着てる方でこのような感じになっております。これがこの感じで多分過去の XL、僕が着てる、今着てる XL、これでも若干大きいような感じになると思います。まあ、ただこうやって見るとね、普通に見えるんで、大きく着たい人とかに関してはね、M サイズだとちょっと難しいのかなと思うんですが、まあ、ジャストで着たいよとかっていう方だと、今の新しいコーチジャケットだったら、170cm ぐらいだったら M でいいのかなと思います。で、次に 175cm で L サイズ着てる人の写真もあるんですが、まあ、これでもかなりね、ゆったりは見えますよね、正直。今僕が着てる XL のサイズ感よりね、大きく見えるんで、まあ、だいぶ大きくなったなーって感じですよね。で、175cm で XL 着てる写真の方はもっとより大きく見えて、これ裾絞ってるんで、着丈がよくわかんないんですけど、まあ、着丈に関しても長くなってるんで、あんまりサイズアップしすぎるとね、長さ、丈がちょっと長くなりすぎたりとかすると思うんで、まあ、その辺はね、ドローコードで調整とかできると思うんですが、もう LXL になってくると、フード中に入れてもね、結構余裕ある感じで着れるのかなといったサイズ感に現代はなっているみたいです。まあ、僕が持ってるこの L とかは結構ジャストですね、僕が着ちゃうと。172cm、僕70キロなんですけど、L でめっちゃジャストな感じになります。XL でこの感じなんで、そんな大きい感じじゃないですね。身幅が結構細いなって感じがします。よりストリートテイストに着たいんだったら、2024年秋冬以降のサイズが新しくなってからの、コーチジャケットを買うと、身幅がこうゆったりして、まあ、今の雰囲気であったりとか、中にフーディー入れたりとかもすることできるんで、ちょっとストリートっぽく着ることできて、
かっこよくなるんじゃないかなと思います。あとはね、最近のあのオーバーサイズワイドパンツとかに合わせていくんだったら、まあ、現行の方買った方がいいのかなといった感じもします。二次流通とか使って買うことを視野に入れていくと、多分僕の着てるこのサイズ感のコーチジャケットとかを買うことになってきたりする場合もあると思うので、その辺は結構自分の合わせたいスタイルと予算に合わせていくっていう感じかなと思います。逆にシャープにちょっと細めに着たいんだよねって方は、過去のモデル買った方が身幅がね狭いんで、まあ、すっきり着れるのかなと思います。その辺は結構好みになるのかなとは思います。だからちょっとね、今回の僕の動画あんまサイズ感当てにならないんですけれども、まあ、より幅広い身幅の商品を買いたい場合は、2020年秋冬以降のコーチジャケットを買って、身幅ちょっとスッキリした方がいいよっていう方は、過去の、多分現行で売ってなかった二次流通とか使うしかないと思うんですけれども、そちらで探すっていうのも手かなと思います。まあ、安くも買えると思うんで、そちらもおすすめかなといった感じになります。じゃあ次はどんな感じで着てくのところなんですけれども、僕はあんまりこうビチッと前締めて着ることはあまりないかなといった感じがします。多分綺麗に着る方は前締めた方がスッキリ見えたりとか、まあ、綺麗に見えたりすると思うんですけれども、僕は結構こういった感じで羽織るような感じで着ることがメインかなといった感じになります。まあ、基本前開けで着ることが僕ジャケット多いんですけれども、まあこういった感じでラフに着ることが多いかなと思います。僕がどんな感じで着るかちょっと見ながらお話ししていきたいんですが、まずはちょっとショーツに合わせてみました。ショーツに T シャツにさらっとアウター着てるような感じになるんですけれども、別にこれでも悪くないんじゃないかなと思います。まあ、可もなく不可もなくってところだと思うんですけれども、やっぱこの可もなく不可もなくになる、このコーチジャケットの安定感っていうのがすごいいいところかなと思います。なんか目立った特徴っていうのはなんかそんなに感じないんですけれども、このやっぱシンプルな形だからこそ、まあ、幅広いスタイルに合うっていうのが、最大の特徴かなと思います。本当に羽織っていうね、着方をするとすごい活躍するジャケットだと思います。めんどくさい時にパッと羽織っていけるんで、非常におすすめかなと思います。で、こうやって黒とかだったらね、何でも大体合うんで、これ羽織っとけば OK みたいな感じにもなると思うんで、まあ、非常に便利な一枚かなと思います。ショーツにもね、相性いいんで、まあ、夏の夜の寒い日とかに着ることも可能かなと思います。で、次にデニムに合わせてみました。デニムに合わせるともう本当にスケーターって感じですよね。で、デニムに、フーディーに、コーチジャケット、ビーニーって感じなんですが、で、これパンツもちょっと太めのリーバイスの569っていうのを履いて、ちょっと腰履きで履いてるような感じになります。で、フーディーも XL。僕のこのコーチジャケットがそこまででかくないんで、着丈はちょっと短いのは選んでます。はい。もうこうなったら完全にスケーターっぽいスタイルになるのかなって感じがします。僕はこの感じがコーチジャケットの着方としては非常に濃いなというか、好みな着方になります。ちょっと僕の年齢から言ったら若すぎるなって感じもするんですが、やっぱなんか年に何回かは着たくなるなと。で、これを着てスケボーに行きたくなるような感じになります。最近の感じで行くとちょっと薄めのデニムに合わせた方が気分なのかなって感じはします。まあブラックのデニムとかでもかっこいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあその辺はなんか手持ちのちょっと太めのデニムだったら何でもいいんじゃないかなとは思います。で、次にカーゴパンツに合わせていました。これは M65 カーゴパンツ、結構太めのパンツになるんですけれども、それを若干腰履きで履いて、さっきと上は変わんないような感じになるんですが、このスタイルも、まあ先ほどとほとんどバランス的には同じなんですけれども、まあスケータースタイルとしてかっこいいのかなと思います。あと合わせる靴ですよね。スケシューとか、ジョーダンとか、履いたらもっとよりストリートっぽくなると思いますし、逆にこれでなんかこう、なんかバンズとか、アディダスのちょっとこう、スケーターっぽいんだけどちょっと薄めの靴履くとまたちょっと違うスケータースタイルとかにもなると思うんで、その辺で調整していくっていうのもね、ありなのかなと思います。僕はスケボーとかやったりするんで、なんかそのスケボーの中のファッションのジャンルみたいなとかもやっぱあるんですよ。まあそういったところで結構靴とか、あとはまあサイズ感であったりとか合わせ方で調整とかしたりするんですけれども、まあそうじゃない人とかはね、特に気にせず着てもいいんではないかなと思うんですが、やっぱりこのコーチジャケットといえばこのフーディーに合わせるのが一番かっこいいんじゃないかなと僕は思います。締めてもね別に問題ないんですよ。僕はこのジャケットちょっとちっちゃいんで締めたら結構パツってなるんで開けっぱなしなんですけれども、まあ、締めてフード出してっていう感じでも全然かっこいいかなと思います。なんでこれ1枚あれば春夏の寒い日とか夜とかあと秋冬、まあ、冬はちょっとね寒いと思うんですけれども中に着込めばね結構あったかいんで本当に季節的にも万能ですし、合わせ的にもね、万能な
服なんではないかなと思います。で、価格もそんな高くないんでね、ノースフェイスのやつで 17,600円ぐらいなんで、まあ、そういったところも考えるとね、ゴアテックスの、ナイロンジャケット4万円とかって買うより価格もね、抑えめで買える上に幅広いスタイルに合うっていうところなんで、こちらのジャケットはね、本当におすすめではないかなと思います。まあ、ただ一歩間違えるとね、イベントスタッフになるんで、その辺はちょっと要注意といった感じになります。まあ、サイズ感であったり、カラーですね。カラーかもしれない。黄色とか、緑とか赤とか、すごい発色いいやつを買うと、あとこの生地感、すごいツルツルしてる、光ってるやつとか買っちゃうと、イベントスタッフになっちゃうかもしれないです。あとは多分この、なんだろう、リブとかの感じなのかな、ちょっとわかんないけど、光沢感とか、その辺になってくるのかなと思うんで、その辺の素材感とかね、カラー気をつけて買えば、イベントスタッフにはならないで、かっこよく着れるんじゃないかなと思います。どうですかね？ちょっといろいろお話しさせていただいたんですが、僕のコーチジャケットの好きな着方っていうのをお話しさせていただきました。まあ、なんでね、コーチジャケットを説明しようかなと思ったっていうところなんですけれども、最近めっちゃスケボーしたいんですよね。なんで、スケボー行くのに、なんかこう、何着てこうかなって思ったら、まあ、コーチジャケットかなって思って僕の持ってるコーチジャケット引っ張り出して、着てたんで、ちょっとお話ししてみようかなと思ったんですが、どうでしょうか？秋冬かなりおすすめなので、秋冬おすすめのアウターって結構紹介してるんですけれども、まあ、その中でもかなり着る一枚になるんじゃないかなと思います。ちょっと着るスタイルによって、まあ、マウンテンパーカーとかゴリゴリ着てくような感じとはまた違う感じにはなるんですが、こういったコーチジャケット一枚あっても活躍するんじゃないかなと思います。まあ、なんか一型ずつ買っていってもいいかなと思います。こういったコーチジャケット買って、マウンテンパーカー買って、ダウン買ってっていうのを一枚ずつあっても、服の合わせとしては、なんかシーズン通して楽しめるんじゃないかなと思いますので、こちらのコーチジャケット、いろんな着方できるんで、面白い服ではないかなと思います。ただ一歩間違える可能性があるんで、その一歩間違えると、さっき言ったイベントスタッフ、おじさんとか、お父さんみたいになっちゃうとか、まあ、僕おじさんなんですけれども、っていう形にもなるので、その辺はかなり気をつけなきゃいけないっていうか、そのマウンテンライトジャケットとか、クライムライトジャケットとか、そういったジャケットよりは、簡単にビーって締めちゃえば様になっちゃうよっていう感じではなさそうなので、その辺は難しいとは思うんですけれども、まあ値段も安いし、スタイルも幅広く着れるし、なんせ手軽に着れるというところで、おすすめの一枚になるので、興味のある方はぜひぜひ買ってみたらどうでしょうかといったところで、今日の動画はですね、終わりにしたいと思います。今回の動画はですね、面白かったよとか、興味あったよとか、参考になったよとか、という方がいればですね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。